信じようと信じまいと。ネームレス13より。信じようと信じまいと。実害がないため報道されることは少ないが、視神経とつながる脳の部位を調べてみると、約300人に1人は赤と青など2つの色が逆に見えているはずだという。彼らは赤く見えるものが青、青く見えるものが赤と思い込んでいるため気づくことは少ない。あなたの視界は本当に周囲の人と同じだろうか。信じようと信じまいと。ロシアの某所で豪貯できらびやかな箱が発見された。その箱は道路の真ん中に放置されており、大型犬ほどの大きさだった。箱の中にはむしり取られた人間の下顎が大量に入っていた。検査をした結果、その下顎はすべて同一人物のものだったという。信じようと信じまいと。読んではいけない本というものがあるそうだ。その本の表紙にはたどり着いた者の名はというタイトルが印字されており、表紙の余白にはいくつかの人名がペンや鉛筆で書き込まれているという。その本を読んだ人は表紙の余白に自分の名前を書き失踪してしまうのだという。信じようと信じまいと。冷戦当時古い坑道を買い取り、そこを核シェルターに改造している大金持ちの男がいた。数十年分の生活物資を貯め込み、核戦争が起きると自動で入り口を塞ぐ装置も作った。しかしある日、男が中を点検していると装置が誤動作を起こして入り口を塞いでしまった。男はそれを本物の核戦争と信じ、多分今もその中で暮らしているという。信じようと信じまいと。埋葬した人が棺桶の中で息を吹き返すということがある。そのまま死なせてしまうのを防ぐため、中で動きを感知すると警報音が鳴る棺桶が作られた。ある晩、その棺桶から警報が響いた。それは保管してあった棺桶すべてで、中に誰も入っていないものだった。信じようと信じまいと。1988年パリ、大晦日の夜にマルセルという青年がバーで仲間と酒を飲んでいた。気づくと年明けも数分後に近づいており、彼はシャンパンのボトルを注文した。0時になると同時に栓を抜こうとしたのだが、具合の悪いことに栓が抜けず、2分ばかり手こずってしまった。数人の客が気づいたことだが、彼が悪戦苦闘している間、店の時計の針は0時のまま止まっていたという。信じようと信じまいと。骸骨など不気味なモチーフを用いながらも、どこか親近感の湧く不思議な絵を描く画家がいた。黒衣をまとった骸骨の絵を見た彼の知り合いが、これは死神かいと彼に尋ねた。画家は首を横に振り、これは近所に住んでる神父さ、神父の服を着てるじゃないかと答えた。彼にはなぜか肉を透かして人の骨格が見え、自分が見たままに人物画を描いているのだそうだ。信じようと信じまいと。真冬のロシアでの話。雪の降るある晩、 A 夫人は紅茶を飲もうと思い、やかんを火にかけた。しかし何分経ってもお湯が沸かない。それどころか、やかんの中の水は冷たいままではないか。奇妙なことは何でも幽霊のせいにする夫人が震えていた頃、彼女の家の外では泥酔した男が寝ていた。男は風呂に入っている夢を見ており、だんだんお湯が熱くなるのに耐えきれず目を覚まし、無事帰ったという。
信じようと信じまいと。サイコロを振った時にそれぞれの目が出る確率は6分の1である。ことを証明した人はいない。何度もサイコロを振るうちに限りなく6分の1に近づくということが分かっているだけである。人類がサイコロを振った回数が計100兆回を超えると、それ以降は常に1の目しか出なくなる。神がそんなプログラムを用意していない保証はないと、ある数学者は語る。信じようと信じまいと。ある小学校のクラスが地元の漁師の協力のもと、地引き網の体験学習をした。みんなで網を引き上げてみると、魚に混じって小さな人形がかかっていた。それは流しビナと呼ばれる人形で、その土地には厄払いのために流しビナを川に流す習慣があった。川を下り海底に沈んだと思われるその人形は、なぜか鬼のような恐ろしい形相をしていたという。信じようと信じまいと。1970年、ある高校の修学旅行中に前代未聞の心霊写真が撮影された。それは一見ごく当たり前の大きな池をバックに撮られたクラスの集合写真である。学生服を着た30人ほどの男女生徒が3列に並び、前列中央には笑顔の教師もいる。誰もいなかったはずの池の写真に30体以上の霊が整然と並んで写る、まさに前代未聞の心霊写真である。信じようと信じまいと。都内のラジオ局に勤めていた T 氏は十数年前、録音資料の整理中に奇妙な音源テープを発見した。テープには1975年8月15日とのラベルが貼られており、某大学の教授と記者による対談が収録されていたが、その内容は戦勝30周年、ニューヨーク空襲、天皇政権、外地開発の限界など多くの不可解な言葉を含んでいた。何者かの怒鳴り声とともに録音は途切れていた。局内で詳細を知る者はおらず、ほどなくテープ自体が紛失したという。信じようと信じまいと。1960年代初期まで日本は電力不足に悩まされており、東京もたびたび停電に見舞われたが、当時新宿は停電しても明るいことで都民に知られていた。停電のたびに真っ暗な東京のシルエットの中、新宿の街だけが広範囲にわたって空にそびえる無数の塔のように輝いていたというのである。それを人々は先住お化け煙突にのような目の錯覚か、ヨドバシ浄水場やガスタンクの非常照明によるものだと思っていた。ちなみに新宿に最初の高層ビル京王プラザホテルが建つのは1971年、都庁の完成はさらに1991年のことである。信じようと信じまいと。生まれつき目の見えない娘に、色って何、どんなものと尋ねられた父親が、音楽がたくさんの音でできているように、この世界はたくさんの色でできているんだよと答えた。それ以来娘は赤い髪と青い髪の破れる音を聞き分けるなど、色の違いから音の違いを認識できるようになった。その一方で水の流れる音、風の吹く音、透明なものが発する音は聞こえなくなってしまった。信じようと信じまいと。1966年8月23日、撮影旅行を兼ねた数年ぶりの帰郷から戻ってきた富澤坊という写真家は、現像が上がってきたその数枚の写真を見て絶句した。そこには彼がカメラに収めたはずの故郷の長官な里山、
田園、無邪気に遊び回る子供たちなど映っておらず、撮られていたのは朽ち果てた廃屋の連なりと錆びた鉄骨の山、そして遠くに霞むダムの堤防だけだった。信じようと信じまいと。1966年8月23日、その歴史的な日に立ち会えなかったことを統計学者ビル・ネイザンは死ぬまで悔やみ続けた。雨女だと自称するその女性とバーで出会ってから16年間、この彼女がレジャーに出るときは欠かさず同行し、毎回必ず雨が降ることを記録し続けた彼だったが、その日は風で寝込んでおり、泣く泣く彼女がゴルフへ行くのを見送った。一日中快晴だったその帰り、友人たちは密かにネイザンが雨男だったんじゃないかと噂した。信じようと信じまいと。1966年8月23日、航空機事故が相次いだこの年にあって、それはひときわ異様な事件であった。 H 空港機在庫で乗員訓練飛行を待っていた東亜国内航空コンベア 880-22M は突然走り出し、滑走路に出るとそのまま離陸、消息を絶った。コックピットには誰も座っていなかったという職員の証言や同機の残骸すら発見されなかったことから、いまだにあいつは自分でどこかへ逃げたんだと語る航空関係者もいる。信じようと信じまいと。1966年8月23日、ミラノである美術商の男が骨董屋から一枚の絵を買った。豪華な晩餐を描いたその静物画は香りが漂ってきそうなほどの出来だったといい、そのうち男はこの絵の料理を食べてみたいと欲するようになる。しかし、あらゆる料理人も文献学者もその料理の名前すら知らず、この料理は絵の中にしか存在しないのかと絶望した男はある朝、使用人によって窒息死体となって発見される。男は絵を食べていた。信じようと信じまいと。1966年8月23日早朝、フロリダのある町で数百人もの男が集団で失踪した。彼らは全員昼までには家に戻ってきたものだが、誰もなぜどこに行っていたのか覚えていなかった。午後になって警察に一人の男が出頭した。彼は学者崩れの秘術マニアで、昨晩古い文献にのっとり死者を墓場から蘇らせる秘術を行ったところ、朝起きると大量の知らない男に家を囲まれていたので慌てて術を解いたという。失踪者は全員妻帯者だった。結婚は人生の墓場である。信じようと信じまいと。1966年8月23日のお昼頃、北海道のとある山にある集落から警察に一本の通報が届いた。話によると、家の近くにいた家畜が見るも無残な姿になったらしい。ヒグマの被害だろうと考えた。警察は猟師を集め、ヒグマ探索に当たらせた。しかし、結果として探索はすぐに終わった。なぜならば、北海道には馬を一口で半分食らうヒグマなど存在しないからだ。信じようと信じまいと。1956年、自称 UFO オカルト研究家マイケル・クラフトマンの著作「チェンジ」が全米で話題になった。 UFO は宇宙人ではなく未来人のタイムマシンである。彼は未来を都合よく考えるために現代にやってきている。未来人たちは我々の科学技術の発展をさらに促すために米ソ対立を煽りに来た。理由なき失踪事件は未来人が犯人という主張が注目を集めたが、1959年2月12日以降、彼は行方不明である。ニューヨークのブルックリン橋に彼の車と着ていた服を残したまま。信じようと信じまいと。
ネパールの首都カトマンズから南西に275キロに位置するインド国境近くの町カカルビッタで、警察のヤダフ・ダカール氏は定期的な国境パトロール中に置き去りにされたカバンを発見した。中には168個の人間の頭蓋骨が入っていた。見つかった頭蓋骨はボールのように掘られていた。信じようと信じまいと。ネットゲームというものが盛んになって久しい。最近ではそれにまつわる恐怖談も多く聞かれるようになった。あるプレイヤーは自身のキャラクターが好き勝手歩いているのを見、あるプレイヤーは自身のキャラクターに殺されたという。これらの現象がよく報告されるようになってから、反比例するように報告されなくなり始めた怪奇現象がある。もう一人の自分、ドッペルゲンガーと呼ばれる現象である。信じようと信じまいと。人間が最初に知覚した色は血や炎の色である赤であったと言われている。現代においても赤信号など危険を知らせるものには赤色が用いられる。最近の調査でインダス文明の古文書の中に赤の顔料で記された箇所があることが分かった。果たして彼らは何を警告しようとしていたのだろうか。信じようと信じまいと。賢者の石という伝説がある。触媒として金を生み出すとも不老不死を得られるとも言われ、錬金術師はどうにかそれを生み出そうと躍起になっていたと伝えられる。当然まがいものも多かった。ある錬金術師の家系が賢者の石として受け継いだ。それは今日ではありふれたグリセリンの結晶であった。しかし一度マイナス193度 C まで冷やさなければ結晶化しないグリセリンをどのように結晶にしたかは伝えられていない。信じようと信じまいと。関東にある某ホテルではカウンターに置く物の位置が寸分の狂いもなく決まっている。いつ誰がそう決めたのかは定かではない。だがなぜこのような決まりがあるのかだけは判明している。この配置をわずかでも間違えてしまうとカウンターの上にあるものがきれいに半分消えてしまうからだ。信じようと信じまいと。静岡のとある旧家が建て直されることになった。解体作業は順調に進んでいたものの、家の下から出てきたものに皆首をかしげた。その家の下は座敷牢になっており、出入り口は幾重にも厳重に封じてあった。いつから封印されていたのか定かではない。その場所にはバラバラに分解されたバイクが山のように積まれていたのだ。信じようと信じまいと。1950年代ニュージーランド沖を航行中の船が海の中に建築物を発見した。建築物は緑がかった塔のようで、海上周囲には腐った魚のような異臭が立ち込めていた。船の乗組員はその異臭に参ってその場を後にしたが、乗組員全員が1ヶ月と経たないうちに開始した。乗組員の日誌によると、建築物を発見したのは南緯47度9分、西経126度43分。信じようと信じまいと。テレビの電波はよく届いてせいぜい 100km だが、1953年にテキサス州ヒューストンのクリーテレビのテストパターンを受贈したイギリス人の驚きは大変なものだった。電波の異常伝播はたまに起こることがあるが、この時は違った。クリーテレビは1950年に閉局していたのだ。つまりイギリスの各地で広範囲に受信された電波は3年前の電波ということになる。信じようと信じまいと。1972年アメリカ北部の町に住むウェストマン氏は、自分の右手は他人のものだと周囲に漏らしていた。あまり冗談を言わない彼は深く悩んでいたものの、具体的なことは何も言わなかった。
ある日彼の家を訪ねた友人は銃で頭を撃って死んでいる彼を発見した。警察の調査では彼は即死だったという。しかし発見直後に左手の指で床にしくじったと書いたという友人の証言は無視された。信じようと信じまいと。2001年7月、英国のある病院に友人の運転する車に同乗して事故に遭った男が運ばれてきた。大手術の末一命を取り留めたが、 両足を失った彼は自分をこんな目に遭わせておきながら姿を見せもしない友人に激しい怒りを抱き、あの男の心臓を止めてしまってくださいと毎晩神に願った。ある朝男は心臓麻痺で死んだ。彼の胸にはその友人の心臓が移植されていた。信じようと信じまいと。1976年2月、荒川のある病院に入院していた清水坊という男が右腕がかゆいと看護婦に訴えた。看護婦は困惑した。清水は建設現場での事故で右腕をなくしていたからだ。主治医は脳の混乱と考え、彼を納得させるため、見ていてくださいとメスで右腕がある場所を指してみせた。すると次の瞬間、何もない空間から血が噴き出したという。信じようと信じまいと。ドイツ北部のとある村では4月3日を天使の記念日とし、小さな祭りを行って祝っているという。その祭りは1786年の4月3日、その村に天使の羽が降ったことに由来するものだという。同地の教会に残る記録によれば、その羽はほのかに青みを帯びた白い羽毛であり、正午を告げる鐘の音とともに降り始め、一帯を雪のように埋め尽くしたそうである。信じようと信じまいと。後世チワン族自治区防城公使の城址県で明代から清代1368年から1912年の墓を発掘していたところ、スイス製と刻まれた腕時計の模造品が見つかった。世界で初めて腕時計が作られたのは1904年で、スイス製腕時計が中国に伝わったのは数十年前とされている。腕時計の針は10時6分を示している。この中途半端な時間は何か意味があるのではないかと言われている。信じようと信じまいと。1900年アテネ港で真珠鳥が古い沈船から1個の金属の細工物を引き上げた。ギリシャ国立博物館に送られたそれは紀元前60年くらいのものと推定され保管された。1958年に当地を訪れたプリンストン大学のプライス教授がたまたまこれを観察して驚いた。それは精巧に作られた地球、太陽、月、その他の惑星の軌道模型だったからだ。信じようと信じまいと。泣き地蔵という不思議な地蔵があった。普段は静かな顔つきなのだが、夕方に見ると泣き顔や困り顔に見えるのだ。泣き顔の時には次の日雨が降り、困り顔の時は雪が降った。何も降らない日は地蔵の顔はそのままだった。人々は地蔵を見て明日の予定を立てていたが、ある日地蔵が今までに見たことのない満面の笑顔の日があった。1945年8月5日、広島での出来事である。信じようと信じまいと。1959年1月、イランのテヘランでフセイン・メシャエクと地元消防署は彼の家で世にも忙しくかつ不可解な日を過ごした。一日のうちに18回も別々に火の手が上がり、そのどれもが原因のわからないものだった。フセインにとっても最も不幸だったのは彼の下にも火を出したことだった。しかも彼がそれを着ている間に。信じようと信じまいと。
栃木県某市の小学校で飼育小屋の鶏が死んでいるのが発見された。何かに食いちぎられたような跡があったのと、小屋の金網の一部が破れていることから野良猫の仕業だろうと判断されたが、不可解な点が2つ。金網が明らかに内側から破れていたのと、その鶏の産んだとおぼしき卵の殻があったことだ。まるで何かが帰ったばかりのような。信じようと信じまいと。平成、昭和、大政、秋穂という名前の4兄弟がいた。彼らは4人とも立身出世し、その地方の名士として人々に長く慕われていた。しかし次男の昭和が火災でひどい火傷を負って死ぬと、残された3人もまるで後を追いかけるように相次いで病死したという。ちなみに彼らの名前と功績が記されているのは約1300年前、奈良時代に書かれた文献の中である。信じようと信じまいと。ビルの5階にあるオフィスで残業をしていた N 氏は、ある日眠かったため目を閉じたまま廊下突き当たりの手洗いへと向かった。手洗い場と廊下は床の材質が異なるため足音が変わるはずだが、いつまで経っても足音は変わらない。不審に思い目を開けた瞬間、彼の足は宙を切り、彼の体は5階の高さの空から真っ逆さまに墜落した。幸い命に別状はなかったが、もし目を閉じたまま歩き続けていたら彼はどこにたどり着いたのだろうか。信じようと信じまいと。バブル時、山口県の山奥に複数の家が建てられることになった。下見のために訪れた人たちのうち7人目が建築予定現場に足を踏み入れた瞬間、溶けるようにして消えてしまった。慌てて辺りを探し回り、捜索願いも出されたが見つかることはなかった。その後何事もなかったかのように工事は続行された。その建てられた家たちは廃屋となって未だ存在する。信じようと信じまいと。阪神タイガースの応援歌と知られる六甲おろし、この歌には天皇家がかつて六甲山に隠した秘宝の所在が暗号で示されているという。一説には六甲おろしに隠されたこの秘宝は、山田のおろちに縁のある品、すなわち静止の上では壇の浦に沈んだとされる村雲の剣の真剣であるとも言う。信じようと信じまいと。2000年2月18日、イギリスに住む男性の家の隅に1メーター前後の白い柱が出現した。その柱のようなものからは数時間おきに、ここじゃない、ここじゃなかった、という低い声が漏れていた。翌日になると柱は消え去っており、それがあった場所には石灰が一握り残されていた。その柱はその後1週間にわたって近所の家や公園にも出現したのだという。信じようと信じまいと。この前見知らぬ人に、お前背中に人乗ってんぞと言われた。それから急に肩が重くなったような気がした。自分も同じように見知らぬ人に、お前背中に人乗ってんぞと言ってみた。それから肩が楽になった。信じようと信じまいと。巨大掲示板群2チャンネルのオカルト板に書き込みから霊視を行う趣旨のスレッドが立てられていた。鑑定人と呼ばれる者たちのうちの一人に驚異的な正答率を誇る者があったが、初登場から5日後に体調不良を訴え、6日後にはぱったりと姿を現さなくなった。また彼が最後に姿を現したその日には別の高正答率を誇る鑑定人が現れ、当該スレッド住人たちは彼の生まれ変わりではないかと考えているという。信じようと信じまいと。
岩手県の山奥にあるその村には、手足などを事故や病でなくした場合、さらに山の奥にある社にお参りしてくると山の神が再び手足を生やしてくれるという古い言い伝えがあった。とある民族学者がその伝説に興味を持ち、社の管理をしているうちにその言い伝えに関することを教えてくれるように頼んだのだが、その時見せてもらった絵の人々の手足はどう見ても機械にしか見えないものであったという。信じようと信じまいと。とある県の軽町では10年ほど前まで数十万年前、原人が住んでいたとされていた。ところが改めて調査を行ったところ、原人の骨が実は12世紀後半の人間の骨であることが明らかになった。ただ原人のうちの数体はまるで鳥のくちばしのような形の口を持っており、カッパのそれに似ていなくもなかった。現在軽町では原人はいなかったことは認めているものの、その不可解な骨はカッパの骨ということで大事に保管しているという。信じようと信じまいと。顔は猿で胴体は狸、虎の手足に尾は蛇という奇妙ないでたちの生き物をご存知だろうか。平安時代の前期にそれは存在していた。村一番強かった男がある日、虎には勝てぬだろうと言われて虎を素手で倒してき、その証として自分の手足に虎の手足をつけ、蛇には勝てぬと言われて蛇を捕まえ服従させたとして己の尻に押し込んだ。男が住む村は狸を神の使いとして祀っており、さすがに狸には手は出せぬだろうと噂され、ついに狸に手をかけ毛皮を剥いできたところ、神の怒りに触れ人ではあらずと猿のような顔になってしまった。これが平安後期に描かれたヌエの元である。信じようと信じまいと。1988年、イギリスの民家の倉庫から400年ほど前のものと思われる設計図が発見された。自動暦と題されたその設計図には、奇怪な形をした部品の寸法と、それらの組み立て方が記されていた。とあるエンジニアが設計図をもとに装置の復元を行うと、西暦と日付を表示する機械が出来上がった。しかし、この装置には奇妙な欠点があった。2050年を経過したあたりで歯車が噛み合わなくなり、装置が表示を止めてしまうのである。信じようと信じまいと。1988年、アメリカで竜巻が発生した。とはいえ、竜巻自体はアメリカでは珍しいことではなく、発生地点から数キロ離れた民家では、ホームビデオを回す楽観的な家族さえいた。しかししばらくして撮影者とその家族は驚愕する。天から伸びた真っ白い竜巻の先がピンク色に染まり始めたからだ。竜巻はどんどん変色してゆき、ついには雲の一番上までピンク色になってしまった。真っ昼間の街に暴れ狂うピンク色の竜巻、この撮影者はその時のフィルムを今も大切に保管しているという。信じようと信じまいと。1913年、ドイツのマンハイムに放す犬がいた。といってもアルファベットが書かれた文字盤を使ってだが、この犬は簡単な足し算引き算もできた。権威ある学者が調査した結果、よくあるインチキはなかった。この犬は人間がする簡単な質問に答えた。ある時、調査に来た学者の女性秘書が、何かやってほしいことがありますかと質問したところ、お前の尻尾を振ってくれと答えた。信じようと信じまいと。過去に多くの科学者により人間の死についての研究がなされているが、イギリスの W.J. キルナー博士はデシニアンという染料で染めたフィルターを通して人間が放つ放射線を観測する研究を行った。それによると、人間の周りは10センチほどの冷気で覆われており、その色や強さはその人が重病になると変化し、死の瞬間に消滅するという。信じようと信じまいと。
ある村に水の意思を聞くことでその流れを読み取れるという男がいた。男が言う通りにすれば漁はうまくいき、事故も起きないため、その男を信頼する者も多かった。嵐が村に襲った時も男は、外には出ず家の中にいろというので皆は安心して眠りについた。その翌日、大津波で村が滅んだというニュースが現れた。生存者はおらず、家屋も波にさらわれたのか全壊していたという。ただ一つ、男が住んでいた家だけを無傷で残して。信じようと信じまいと。生命と物質との関係を研究しているある科学者がチェコにいた。その実験方法というのは、ランダムに点灯するようにプログラムされたライトを設置した小箱にネズミを入れるというものである。実験の結果は、ネズミを入れていない時と比べると明らかに光る回数が多かったという。また、その結果は何度実験しようと変わらなかったという。信じようと信じまいと。二股の木の枝で水脈や金庫を見つける話もオカルトだが、脇腹の痛みでそれを行った人物がいる。ボブ・ダニエルは良質の地下水脈の上に立つと、両脇腹に鋭い痛みを感じ、水脈の深さや地層の種類まで分かった。その能力は以前からあった持病の脇腹の痛みの薬として、医者から睡眠薬を処方されて以来身について、これで600以上の井戸を失敗なく掘り当てた。信じようと信じまいと。岩手に住むある男性が家の中で携帯電話をどこへ置いたか忘れてしまった。1階にある電話から携帯へとかけてみると、階段の踊り場にあった携帯電話が着信音を鳴らした。男性は携帯電話を取った時に気まぐれで通話ボタンを押し、耳に押し当ててみた。そこから聞こえる音は自分の笑い声だった。信じようと信じまいと。日本のある数学者が不吉とされる数字を集め、ある規則に従って電話番号を作り出した。彼はその番号に不服だったが、彼の友人は面白がってその番号にかけてみた。友人が野獣のような悲鳴を上げたかと思うと、耳から血を流して死んでしまった。その番号の初めの下りは777だったという。信じようと信じまいと。18世紀初頭、メキシコの地に赴任してきたフランシスコ・ヒメーネス神父は現地人から奇妙な話を聞いた。現地人の話によると、メキシコの奥深くには巨大な竜がいて、迷い込んだ人間を驚かすという。面白かったヒメーネスは数人の仲間を連れてその場所に向かったが、あるのは巨大な岩だけで他には何もない。その話を現地人にしたところ、彼はその場所には岩など存在しないと言ったという。信じようと信じまいと。1872年11月4日にイタリアから出航したメアリー・セレナ号はその消息が途絶えていたが、そのちょうど1ヶ月後に海上でデイ・グラチア号が発見されたが、不思議なことに中には誰もおらず、争った形跡も遭難していた痕跡も見当たらず、入れたばかりのコーヒーや食事が残ったまま乗員だけが忽然と消えていたという。信じようと信じまいと。蒸気のメアリー号だが、別の逸話も存在するのはあまり知られていない。発見されたメアリー号は船全体が嵐に覆われたように水浸しで、船体はひどく歪み、至るところに争いの跡があったという。デイ・グラチア号の船長はメアリー号を発見したとき首をかしげた。同じ航路をたどってきたグラチア号は、船舶を水浸しにするほどの嵐などを一度も見かけなかったからだ。信じようと信じまいと。ユタ州のラスキー夫妻が庭でバーベキューをしていると、隣の家の男にこんばんはと声をかけられた。彼が家に戻った後で夫妻は顔を見合わせて笑った。おかしなやつだな、まだ昼前だというのに。
ラスキー氏が夕食を終えて庭に出ると、隣の男が出かけるところだった。氏が、こんばんはと声をかけると、男は不思議そうな顔をした。おかしな奴だな。まだ昼前だというのに、とでも言いたげに。信じようと信じまいと。リンダ・スレッサー伯爵夫人はある日、出入りの貿易商から若返りの乳液を買った。老いたる夫人は侍女を呼び、体のどんなシワでも消してしまうというその乳液を全身に濡らせた。翌朝、夫人の顔に刻まれていたシワは魔法のように消え失せ、肌も十代の娘のようなみずみずしさを取り戻していた。だが、夫人には喜びを言葉に出すことができなかった。彼女は重篤な痴呆状態になっていた。どうやら脳のシワまで消してしまったらしいのだ。信じようと信じまいと。探偵のベルモンド氏は被害者の妻に尋ねた。一体ご主人の死体をどこに隠したんです？これを使ったんですの。夫人は小さな薬瓶を取り出した。ベルモンド氏の家にもあるありふれた市販薬だ。奥さん、いくらなんでもそれで人間の死体は消せますまい。ベルモンド氏は笑った。あら、でも。夫人はその消化薬の瓶を手に取って微笑んだ。人間の食べたものなら消してくれますわ。信じようと信じまいと。1968年満月の晩、当時5歳だったトム・キャンベルは眠れぬ夜を過ごしていた。無理に寝ようと強く目をつぶった彼は、不意にまぶたに光を感じ、目を開くと朝になっていた。もう一度瞬きすると再び夜になり、彼は面白がって何度もそれを繰り返した。そのうちに眠りに落ちたトムが再び目を開けたとき、彼は自分の体と寝室の景色の異変に気づき飛び起きた。一晩のうちに45歳になっていたトムは今も書いた記憶のない自身の日記を読み返し、失われた40年を取り戻そうとしている。信じようと信じまいと。無口で冷たい人、ルカ・ステイツマンは友人たちに自分の婚約者についてそう説明していた。だから彼女たちが実際にルカのフィアンセに会った時には、彼がおしゃべりで明るい義理がたい人物であることに一様に驚き、ルカに尋ねた。二人きりの時は冷たくなるの？ルカは首を振った。もうすぐ冷たくなるの。彼女の婚約者が交通事故で死んだのはその翌日のことだった。信じようと信じまいと。正倉院には奇妙な装飾が施された人間の頭蓋骨が保管されている。聖武帝の時世に神羅より伝来されたとされ、後頭部に彫られた不思議な文様に帝も大いに心惹かれたと言われているこのドクロ、宮内庁は現在贋作の疑いありとして封印している。ドクロに彫られていたのがユーラシア大陸を中心とした精密な世界地図だと分かったためだ。信じようと信じまいと。永享4年、官僚家支流の名門室生家では、当主と嫡子が相次いで没する不幸に見舞われた。当主は風で倒れた庭の木の下敷きになり、嫡子は突風にあおられて落馬。その日はどちらも自身の誕生日だった。陰陽師に伺いを立て、風忌むべしと告げられた次男は誕生日、屋敷から一歩も出ずに過ごした。しかしその夜、彼もまた死んだ。死因は溺死だったが、場所は風呂であった。信じようと信じまいと。ジェイムズの呪い。ウェールズの旧家テイラー家では、当主の子にジェイムズと名付けると必ず二十歳を前に死んでしまうという。18世紀末の当主チャールズは水凶な男で、わざわざ自分の長男にジェイムズの名をつけた。ジェイムズは病気一つせずに二十歳の誕生日を迎えたが、その日チャールズの妻が自殺した。
息子が夫の子でないことを隠し続ける自信がなくなったためという。信じようと信じまいと。メキシコの漁師町、旅の男が酒場の女と恋に落ちた。二人は情熱的に愛し合ったが、ある日からぷつりと男の姿が見えなくなった。女は新しい男ができて、間もなく身重になった。だが、とつき立っても子は生まれず、女の腹は膨れるばかりで、やむなく切開で子を取り上げることになった。女の腹を裂き、医師は絶句した。中には、あの旅の男の死体が詰まっていた。信じようと信じまいと。ニューヨークのミラノというレストランにはいつもふらりと現れては客たちに聞いたこともないような不思議な話を語って聞かせる名物男がいた。彼が姿を見せなくなってから常連たちはその愉快な友人について語り合った。だが彼らは皆男の話の内容どころかその顔すら思い出せなかったという。信じようと信じまいと。某大物俳優の N 氏は幽霊になった経験の持ち主だという。軍隊でマラリアにかかり野戦病院で死亡、した者と誤診され死体置き場に置かれた。ついで火葬するために運びかけた時、目玉が動いたので生きていることが分かり、危うく火葬を免れたが、事件は彼が死体置き場に横たわっている時に起こった。彼の生き霊が軍服を着て東京の実家に帰って玄関の戸を開けて入り、家人に会っているのだ。信じようと信じまいと。1948年2月、オランダ商船メダン号から SOS 信号が発せられた。乗組員が次々死んでいく。次は自分。で、信号は途切れた。救助隊がメダン号に乗り込んだところ、そこは遺体置き場の様相を呈していた。どの死体の顔にもひどい恐怖の色が浮かんでおり、飼い犬までもが牙を剥き、泡を吹いて死んでいた。詳しい調査のため港に寄港しようとしたが火災を起こし、多くの謎とともに海中深く沈んでしまった。信じようと信じまいと。都内 T 区にある R マンションの迷惑な話。どの住民も1階に降りるときには必ずエレベーターを使うという。なぜか階段を使って2階から1階に降りると、決まって2階に降りてしまうという。403号室の住人は、火災と停電が最も怖いと語ってくれた。信じようと信じまいと。1963年8月、チリのタクナから西に約5キロメートルの場所に直径約100メートルの大穴が出現したという記録ノートがある。記録ノートは大穴の場所らしきところに落ちていた。ノートの文章と習得者の筆記体は同一だが、1873年にはまだ生まれていないという。ノートには夜に大穴の底を覗くと無数の光がちらちらと輝いていた。という観察や考察の文章、それと一枚のスケッチが描かれていた。大穴の底を描いたらしきスケッチには、大小の生々しい無数の目玉がこちらを見つめるように描かれていたという。信じようと信じまいと。神田神保町の古書店には今も古い習慣がある。厚さ約5センチメートルの表紙も中身もない白い本を見つからないように本棚へ長い期間隠しておく。すると本や客に影響されて白い本が見たこともない一冊の基本へと変化するという。しかし期間中に見つけたり見つかってしまうとたちまち元の白い本へと戻ってしまうそうだ。信じようと信じまいと。4月前半、新潟県の田んぼで面白いものが見れるらしい。明け方の薄暗い中、地中からカカシのようなものが数本生えているという。ある程度明るくなるとカカシのようなものは一斉に素早く地中に潜ってしまう。地元では蛇だと言われているが、果たして何なのか。信じようと信じまいと。
1956年春のある晩、19歳の息子ハリーが真夜中になっても帰宅せず、母親は不安な気持ちでベッドに入った。そして夢を見た。息子がかすかに助けを呼んでいる夢だ。朝の4時に母親は息子を探しに出かけた。田舎道を当てどもなく何マイルも車で行き来し、ある橋でスリップ痕を見つけた。落ちた車に息子が閉じ込められていたのだ。ハリーは母親が助けに来ることは分かっていたという。信じようと信じまいと。若いインド人のベドは3歳の時、脳膜炎で完全に失明したが、自転車にも乗れたし、一人でヒッチハイクもして回った。なぜそんなことができるのか、自分でも正確に説明できないらしいのだが、皮膚を通して物が見える顔面の視力があるのだそうだ。信じようと信じまいと。南アフリカに住む20歳の青年ジミー・ドブルインを見舞ったポルターガイスト事件は程度がひどすぎた。通報を受け駆けつけた警官2人の前で2キログラムほどもある花瓶が2メーターも飛んで床に落ちて割れた。次にジミー青年の白いシャツの胸に深い切り傷が現れ、彼は苦痛のあまり悲鳴を上げた。目に見えない何者かに切られたその傷は、外科用のメスですっぱり切られたようであったという。信じようと信じまいと。1950年、アイオワの農夫カーネディは人の良い飲んだくれであったが、飲みすぎると時折入電だと口走り、ユニークな未来のニュースを語ったという。ニュースの日付は半世紀以上も先だったから確かめようもなく、仲間たちはニューヨークのビルに飛行機が突っ込むだの、黒人の大統領が生まれるだのという荒唐無稽なホラ話を楽しんでいた。彼は60年に酒場で心臓発作を起こして死んだが、死の間際に友人たちは彼が2015年以降入電なしと叫ぶのを聞いたという。信じようと信じまいと。弁護士のケン・オコナーはある日の帰り道、白い服の老人に、オコナーさんのお宅はどちらかなと呼び止められた。彼は自分がオコナーだと名乗り、老人を自宅に案内した。家に着くといつの間にか老人は消えていた。翌日、ケンはサッカーくじで1000ドル儲けた。あれは福の神だったに違いない。その次の週にもケンは見知らぬ老人に家を訪ねられた。ケンは聞きとしてまた老人を案内した。翌朝、彼はベッドで冷たくなっていた。前夜の老人は黒い服を着ていた。信じようと信じまいと。その大学講師は駅前の古書店で面白い本を見つけた。登場物の推理小説で、タイトルも作者も聞いたことがなかったが、彼はその本を購入した。後に口論の末に婚約者を殺してしまった彼は、その小説のトリックを使って罪から逃れようとした。だが自宅を訪ねてきた刑事の名刺を見て悲鳴を上げ、その場で自供した。刑事の名前が作中の探偵と同じだったからという自白の理由に捜査員たちは笑ったが、彼が本を買ったのは主人公の殺人犯が自分と同姓同名だったからなのだ。信じようと信じまいと。千葉県のある病院の外壁には幻の壁画と呼ばれる落書きがあるとされている。描いたのは末期がんで入院していた美大生で、彼女はその絶筆を書き上げ、絵の前で死んでいるのを朝になって発見された。闘病の苦しみをそのまま絵にしたような禍々しい壁画には遺族さえも絶句し、絵はすぐに消されたのだが、今でも何人もの夜勤の看護師や夜の見回りに出た警備員が浮かび上がる壁画を見ているという。信じようと信じまいと。始皇帝兵馬俑。発掘された8000体に及ぶ兵俑の顔は一つとして同じものではないというが、1982年の調査時にこんな記録が残っている。発掘中、調査団の学者の一人によく似た顔の兵俑を発見したのを皮切りに、次々と発掘メンバーにそっくりな兵俑が掘り出されたという。
中国人だけでなく同行していた日本の学者や指導者格のイギリス人研究者までうり二つの兵用が見つかったのだが、一人だけ結局自分の兵用が見つからない作業員がいた。後年発見された始皇帝の肖像画はその日雇いの農夫にそっくりだった。